一芸さん、今日は2018年に出したこちらの大人のフォニックスの2020年最新バージョンを皆さんにお届けしたいと思います。このねフォニックス、実は私初めての YouTube 1本目の動画なんですけれども、本当にありがたいことにたくさんの方に見ていただいて、学校の課題でこれを見ることが出ましたとか、あと学校の先生から直接これ授業で使いたいんですけどいいですかって DM をいただいたりとか、また学校さんからも DM をいただいたりとかして、本当にたくさんの方に使っていただき役に立ってるようですごく嬉しいです。まさかこんなにねたくさんの方に見られるなんて思ってもなかったから、携帯で編集してるしっていう感じで、もう本当に私のデビュー作品になるんですけれども、ちょっとね2年経った、そろそろねパワーアップしてまた皆さんにお届けしたいなと思って、今日最新バージョン皆さんにお届けしますよ。まずはねこの動画が初めての方もいらっしゃると思いますので、 What is phonics? ということでフォニックスについてちょこっとだけお話ししていきます。日本語のひらがなはあ、これは名前もあ、発音もあですよね。ただ英語のアルファベットは名前と発音が違います。 A B C D E F G、 これはアルファベットの名前になります。実は皆さんはねアルファベットの名前を覚えていたんですね。でも実際のところ、実は発音、音のところまで学校でやってくれるとよかったのになっていうコメントはたくさんあります。だから発音がうまくならなかったっていうのが原因かと思います。アルファベットの名前、そして発音、この発音の部分がフォニックスと言われるものです。例えば A B C、この発音は a b k という発音になります。アルファベット26音すべてに発音 phonics があります。この26音を習得すると発音が劇的に変わります。しかもこの発音が綺麗になるとリスニング力もかなり上がるんです。私の旧大人のフォニックスのコメントね見ていただいたらわかるかなと思うんですけれども、結構リスニングができるようになりましたっていう声も非常に多いです。発音も良くなるしリスニングも良くなるし、一石二鳥じゃないですか。なのでこのフォニックスしっかり学んでいきましょう。プラスワン英語法ポチ。例えば皆さん会話の中でよく多いのが and と発音してしまう人が非常に多いです。音をフォニックスで分解していくと and and and、 このフォニックスを学べば and とに絶対ならないんですよ。 and and に絶対なるんです。皆さんこれも bag bag で習ったと思うんですけれども、この3つで bag みたいなね。でも一つ一つフォニックスで音の分解をしていくと bag bagBag という風な発音になります。絶対なるんです。こちらも R が入ってるので難しいですよね。 Red ではなく Red Red Red。 このフォニックス知ってるだけじゃ発音変わりません。できないと発音変わりませんので、しっかりできるようになるまで今日はトレーニングしていきましょう。頑張って早速レッスン行ってみましょう。 Alright, so are you ready? Let's get startedプラスワン英語法。2020年はせっかくなのでね、せっかく単語も覚えていくんだったら、大人の社会で使う、大人の社会で使う単語も一緒に学べれば、これもまた一石二鳥、一石三鳥ですね、一石三鳥になりますので、今日は大人バージョンのカードでやっていきましょう。 OK、 じゃあまずは最初は A ですね。 A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 、 手を顎の下にこれぐらいかな、これぐらいちょっと隙間を開けておいてほしいんですけれども、顎をこの手にタッチします。あ、タッチできなかった。もうちょっと縮めよう。顎取れそう。あ、これぐらいだな、これぐらい、こんなの嘘、これぐらい。あ、で気をつけてほしいのはこっち上げないでくださいね。あってあげないでくださいね。固定してください。固定こう動く人はちょっと脇を締めてね。アペタイザー、前菜ですね。次 B、 これです。
弾く音、破裂音という音になりますが、しっかり唇を破裂させるためにはこっから弾んでください。ベベベと破裂をさせましょう。 B ブブブランチ、朝ごはんでもなく昼ごはんでもなくですね。 B ブブブ、次 C、しっかりお腹に力を入れて音は出ません。クッククッではなくクッククッ。 C クックコンピューター C クッククッ。 D デデデ、これは口はそんなに開けないんだけど、開けたバージョンがこちら。デデデで、こういう下の動きをします。デデデ。 Dで、で、ドクター。D。で、で、で。次、E は、え、え、え。これは日本語のえに近い音になりますが、ちょっと若干気持ち横に開けましょうか。E、え。日本語だと、E、え。え、え、え。え、え、え、え。この微妙な違いなんですけど、これぐらいちょっと開くといいかなと思います。 E え、え、Evidence、 これはビジネスの世界でもよく使われますね。何か自分のスキルを証明したりもあるし、何かの証拠をつかんだ時とかも言うし、 Evidence、 ぜひ覚えておいて損はない単語です。 Evidence。 E え、え、え。次 F、これが下唇だとしたら、こう歯をね、上の歯をね、こう置くだけ。ギューって噛むと痛いから、軽くね、軽く。息だけ吐いちゃって。F。Fried rice。F。G。グッ、グこれもしっかりお腹に力を入れて、グッ、っていう感じ。喉のね、なんかね、ここにちょろっと出てる喉仏かな、これがちょっと動く。グッグッグッってグッグッって力入れた時に動く。 G グッグッ、ガスステーション。 G グッグッグッ。 H はい、 H は音がありません。なのではではなく止めてください。H。Housewife。はい、Housewife、主婦ですね。で、こちら Housewife の他にも Homemaker という主婦っていう表す単語もあります。あとはお子さんがいる場合は Stay at home mom という言い方もいろんな表現がありますので、自分に合った表現を使いましょう。H。次、I。え、え、え。このポイントは少しだけ口を開けて緩めにあいうえおのいを言います。あいだったらちょっと力が力んでる感じなんだけど、ちょっと力を抜いて口をね横にキープして、えええええええ横横横キープ、この感じ。こうやって二拍されたこんな感じになる。これでえええをやるとバッチリです。あいええ、インシュランス。はい、このインシュランスよく使いますね。健康保険証だったり生命保険だったり、いろんな保険の分野についてインシュランスを使います。これはぜひ大人になったら使いますので、しっかり頭にインプットしておきましょう。 I え、え、え。次 J、 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 J はちょっと顎を出す感じ、こんな感じでちょっと意識してやってみるといいと思います。 J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 acket。 J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  K。 はい、このジェスチャー見ましたね。実は C と同じ音になりますので、音がないこの音になります。 KKids。 K K K。 次 L う
ううう。これはしっかりここキープしてううううという発音になりますよ。 L ううう Leftovers。 これは食べ残し、残り物のことを言います。 Leftovers。 L ううう M うんうんうん。はい、これはしっかり唇をうんってこううんと、はい、巻き込んでください。そして音を出します。うんうんうん。鼻から音を出す感じですかね。うんうんうん。 M うんうん。 Message。 M うんうんうん。次は N ねねね。このポイントは口を開けてねねねになります。 N ねね。 Newspaper。 N ねねね。次 O あ、あ、あ、これは意識的には口を縦に開けた感じで指3本ぐらい入る感じで、あ、あ、あという風に意識していただければ OK です。喉から音を出す感じ、おではなく、あ、お、あ、お、あ、あ、お、あ、あ、opinion。 自分の意見を持つことは大切です。お、あ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 、P。 パパパ。はい、これ出てきましたよね。これは B と同じジェスチャーです。ということで B は音が出るんですが P は音が出ません。で、口の形は同じです。破裂した音パパパパになります。 P パパ。 Parking lot。 駐車場ですね。 P パパパ。 Q。 わわこう Q は実は C、K と同じ仲間なので Q 単体だけだと実はクックックという発音になるんですけれども、 Q はだいたい U とひっついて単語になっていることが多いのでクワクワクワという風に発音をしましょう。 Q クワクワ Question。 Q クワクワクワ。次 R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 。これ皆さん日本人の方苦手な音ですよね。レレレ。ポイントはしっかり唇にね力を入れてここから始めます。舌はちょっと引く感じ、そんなに頑固に引かなくても大丈夫。レレレっていう感じです。 R レレ。 Reservation。 予約するときよく使います。 R レレレ。S S S S。 はい、これはスってこんな音ですね。歯と歯を合わせて息を出す感じ、スこう蛇がね近寄ってくる感じの音になります。 S S S。 Scarf。 英語にマフラーっていう単語はないので皆さんの思ってるマフラーも Scarf になります。 S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 。 T。はい、このジェスチャー何と同じでしたか？そう、 D と同じです。 D は音があって D D D。 T は音がなく T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  でもなく T T T でもなく T T T の音になります。結構みんな T T T って音が多いから歯と歯を合わせるんじゃなくて、ちょっと軽く開けてこんな感じ、開けてやるのがポイントです。 T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 rip。 T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 。 U あ、あ、あ。これは日本語で言う、あ、忘れ物した、あ、なんとかだ、あ、なんとかなんとかだっていうこのあのあです。長くしないで短くあ、あ、あ、あと発音します。え、お、あで違いますので気をつけましょうね。 U あ、あ、ankle。 U あ、あ、あ。次 V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 。 はい、このジェスチャー、そう F と同じです。 F は音がないやつなんですけど V は音を出しましょう。 V V V。
もう大げさに言うとウェッウェッってちょっと唇がねズルッってしびれる感じになります。ウェッウェッウェッ、はい。 B ウェッウェッ volunteer V ウェッウェッウェッ。次は W ウォッウォッウォッ、はい。このジェスチャーのようにうーって唇で輪っかを作る感じ、ウォッウォッウォッっていう感じです。ここから始めます。ウォッウォッウォッ、このダブルの音が綺麗にできると本当にいろんな単語がすごく綺麗になる。みんな例えばスイムとかもスイムになってるので、ダブルの発音みんなしてないことが多いんだけど、しっかりねダブルの発音をするとスウィムスウェムスウェムっていう風に発音できるからかっこいいでしょ。なのでダブルの発音ちょっと頑張ってやってみてください。ウォッウォッウォッ、 W ウォッウォッ、 Wallet なくさないように気をつけましょう。W ウォッウォッウォッ。次 X クスクスクス、はい。これは結構みんなできると思います。クスクスクス、こんな感じの音ですね、はい。 X クスクス、 Box X クスクスクス。次 Y ユユユ、これはまた曖昧な音になるんですけれども、日本語で言う「ゆ」の音でもなく「や」の音でもなくっていう感じですね。でちっちゃくちっちゃくですよ、「いや」っていう感じ「ゆゆ」、これすんの「ゆやわ」みたいな感じでちょっと濁す感じ「ゆやわ」「ゆゆゆ」、これ超早口で「いや」って言ってる感じです。「Why」「ゆゆ」「Yard」、暑い中庭掃除は大変です。 Why ゆゆゆ。ラスト Z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 、 はい、蜂が飛んでる感じの音になります。歯と歯を合わせて音を出します。歯と歯と合わせて音を出さないのはスッの音でも、こっちは蜂が飛ぶのでズズズっていう感じです。息を出しながら音を出しながら再現してみてください。 Z Zipper は下がったままじゃ恥ずかしいですよね。上げておきましょう。 Z Z こちらの今日使用した大人版の3ステップカードリニューアルして販売します。単語と一緒に動詞も学べたりセンテンスも学べたりしますよ。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。毎回この3ステップカード本当にたくさんの方に使っていただいたり、学校さんでも使っていただいたりしてるので、本当に注文が入るときドンって入りますので、もし買おうと思ったときに売り切れになってたら申し訳ないです、ごめんなさい。 Alright Good job。 今細かくやってったんですけれども、これが定着してくると早くなってもリズムがね、早くなっても言えるようになります。例えば A F B B C K D D E F F G G H I E D J K K L M N O P P Q R S T T U R V W X Y Z っていう感じで、このテンポで言えてくると体で覚えるって感じですかね。間違った口の形で覚えるとセンテンスになった時とかすごくややこしいので、しっかりね今日のポイント、私がね17年このフォニックスを教え続けてきた皆さん、日本人の特徴、日本人の方がつまずきやすいポイントになりますので、ちょっとポイントを押さえながら練習をしてみてください。そしてね、皆さんがこの A F B B C K D でってね、練習用にできるようにまた動画も作って載せておきますので、それを見て止めずにですよ、止めずに言えるようになるまでまた練習をこれ繰り返して定着させてやってみてください。 Alright, that's it for today. Thanks for watching and I will see you next time. Bye bye. Good luck.